ワールド・ベースボール・クラシック WBC では20日同21日に行われる日本の準決勝の相手がメキシコに決まった米放送局 FOX ス,スポーツのアナリストベン・バーランダー氏ら米メディアはメキシコにとって困難な試合になると日本の優位と見る意見が多いようだこの大会で日本代表は最も完成されたチームですバーランダー氏は侍ジャパンについて メジャーでも唯一無二の翔平・大谷は今ものすごく打撃の調子がいいですすでにシーズンに入ったかのような結果を残しています投手陣では大谷翔平やダルビッシュ優については説明する必要もないだろうが先発投手陣では佐々木朗希に加え山本義信もいる注目されている朗希佐々木は102マイルの球を投げますと紹介準決勝での先発が予想される佐々木には もし皆さんが彼の投球をまだ見たことがないなら1次ラウンドのチェコ戦を早起きして見なかったということでしょうそれ自体を責めたりはしませんしかしこのメキシコ戦にチャンネルを合わせて彼の投球を見る必要があります彼は本物ですアメリカで彼の投球をそう遠くない将来に見ることになるでしょうと絶賛の嵐だ大会前から注目し動画も見ていましたがじっくり投球を見たのは初めてでした 期待以上の投手でした。この試合で佐々木は3回3分の2を投げて8三振を奪った。なんてことだと思った相手がチェコだからという人がいるかもしれないけど100マイル約161キロを超えるフォーシームと鋭く落ちるフォークボールは誰が相手でも同じような結果になると思う山本も素晴らしい決勝で米国と当たっても十分に通用する。 彼が大リーグに挑戦するなら間違いなく争奪戦になるでしょうブルペンからは今永翔太戸郷翔星らも出てきます私は日本の救援陣に感心させられていますと投手陣を紹介したメキシコにはこの先日本との対戦で本当に困難な仕事が待っていますとしている打線についても1番から9番まで非常にいい打撃をしています打者では近藤健介と吉田正隆が印象に残りました 近藤は正直あまり知らなかったけどコンタクトが上手くて長打もある大会前は1番がラーズ・ヌートバー2番をシ平が打つべきだと考えていましたが近藤の2番起用は素晴らしい吉田の活躍にはレッドソックスのコーラ監督が喜んでいるんじゃないかなラーズ・ヌートバーは日本でスーパースターになっている守備で見せるし勝負強いペッパーミルパフォーマンスは日本に定着し彼は今季 カージナルスでもも大きく飛躍するかもしれない日本の打線は翔平を中心にいろいろなタイプの選手がいてどこからでも点が取れる投手陣の評価はもともと高かったけど打線も素晴らしい日本代表は強い改めてそう思ったし準決勝でメキシコは苦戦を強いられることになるでしょうと最後に予想していたまたエンゼルスの地元放送局レポーターだったアレックス・カリー氏は。 4点ビハインドからの大逆転でプエルトリコを下したメキシコの戦いぶりを称えた上で私たちはメキシコがあらゆる期待を超えてきた場面を見てきましたアメリカを1次ラウンドで痛い目に合わせましたそして今彼らはロウキ・佐々木と対戦します翔平・太にはもはや登板しませんがアメージングな打撃をしています準決勝では両者にとって厳しい戦いになるでしょうと激戦を予想していた 5連勝をマークして4強入りを決めた侍ジャパンの強力先発陣では大谷が16日のイタリア戦佐々木朗希が11日のチェコ戦で102マイル164キロをマークしたこの号泣に米記者が大注目ファンもこれは美しいなどと声を上げている佐々木は1次ラウンドのチェコ戦で4回途中を8奪三振1失点自責点0安定して160キロを超えるフォーシームを軸に圧倒した 大谷は大会2度目の登板となった準々決勝で熱投し102マイル164キロを記録たびたびうなり声を上げるほどの気合いの投球で勝利に貢献したこの2投手に反応したのが MLB 公式のデータ解析システムスタッドキャストを担当するデビッド・アドラー記者だった自身の SNS に2人の投球動画を投稿するとファンからは「日本代表は投打ともにすごい」などとコメントを寄せた アドラー氏はチェコ戦で佐々木が164キロを投げ大谷が打球速度191キロの二塁打を放ったことに2015年にスタッドキャストが計測を開始してから同じ試合で投手がこれだけ速い球を投げて打者がこれだけ強い打球を放った MLB のチームは未だかつてないとつぶやいていた。号泣投手を二人揃える日本代表は驚異的に映っているようだ。